柴家県は南北朝時代の武将、欧州官僚、芝高綱の同母帝、大渦芝氏の祖。足利高氏が倒幕の兵を挙げると、兄、高綱と共に、これに従い、後に、剣務政権に反旗を翻した際も従うなど、足利氏の客流である高氏を支え続けた。中に伊賀城石石碑氏は、足利の姓を交渉する御家人で、 足利わり家とも合する名門であった。徳次三年、芝宗氏の子として生を受ける。父は創生したらしく、早くから三歳年長の兄、芝高常は公式の場で公務を務めている。やがて、鎌倉幕府が倒れ、県務の申請に反旗を翻した足利高氏が、延元元年6月九州から京都に戻ると、7月、若狭し後に任じられる。 北陸へ赴くと、南朝、新田勢と争い、越前守護の兄と協力して、南朝の最有力武将であった、新田義貞を、延元三年に滅ぼした。官能の上乱の際には、忠義法方の高津とは同調せず高氏方に味方し、引き付かしら人に任じられた。文那三年、昭平九年に、欧州官令に任命され、欧州に下校し中新田城を拠点とした。 全丹大の吉良忠氏や、畠山国船、石東義則、さらに、石橋宗義との争いを克服し、大愚における柴氏の優位を固め、官僚職の世襲を確立した。遠文元年、昭平11年6月13日、欧州官僚罪に2年にして防止した。去年49。なお、家県の欧州下高年は縁源4年、逆を2年とする説もあるが、信憑性は低い。 後の大崎氏、もがみ氏、天道氏などの祖であり、また、芝課長の末裔とされる高水寺芝氏も、一度、断絶した後に、大崎氏が再興した一族とされることもある。ABC、第2本資料6編3冊637ページ。第2本資料6編19冊248ページ。経図三様用によれば、持ち木と同一人物であり、俗軍書類銃によれば、 塩松、意を守る持ち儀にあたる。持ちろ式部、大輔西室殿俗軍書類15条、北条貞時13年菊陽記、大日本資料6編4冊791ページ。略王元年4月14日条、大日本資料6編4冊903ページ。太平記、大日本資料6編20冊614ページ。尊卑文訳。ありがとうございます。